はいどうも、ダークネスローズです。はい、えー、っと、こんばんは。はい。えー、っと、日付変わりまして、もう1時、一時過ぎぐらいなんよね。<laughs> ちょっとずっとね、ゲームしてて、あのー、終わるタイミングがつかめなくて、なんか、なんやかんやでもう、こんな時間になってしまいました。はい、えー、っとね、今日日付が変わる前にというか、まあ、夜に、えー、っと、三毛猫さんが、 あの配信をやられててまあノーマルの配信と面言面言じゃねえやあのツイキャスの方のねあの YouTube の方じゃなくてツイキャスの方のやつをやられてて、はい、うんまあ俺もちょっと時間的にあれだったんでずっとは見れなかった、まあ、いつものことなんやけど貼 <laughs> り付けないんやね時間がなくてねそのタイミング大体いいよくないタイミングなんやけどまあまあそんなこともあってもう全部は見てないんだけど まあほとんどは見たということで、はい、まあ結構まあこの,この間もちょっと配信をされてたんでうんぼつぼつポツポツとねなんか動き始めてる感はあるよねうんなんかえっ、ー、とねえっ、ー、と昨日の朝方だったかなにさあのー、YouTube の登録者が100万人超えたら あの顔出し配信しします顔出し配信を YouTube ライブでやるんかな多分ねしますみたいな。でこれにもなんかそのアンチなのかなアンチ,そのアンチもとも々いたアンチとかが騒いでるのかそれとも三毛猫さんが V になったともうなんか本当にもう本当にそのなんだろう個人 V にな,なったというふうに仮定してたからその中の人が当たり前のように出てくるのって。 何なのみたいな感じで言ってるやつがいるみたいなよね。うん、結局そのなんだろううん確かにその V の人が例えばそういう 2D モデルがあった時にわざわざその顔出しをすることってまあ確かにあんまりないんよね。うん、別まあその別の活動としてやることはあるけど前にも言ったけどその。 なんだろうそのホロライブの人とか2次3次とかの人でも別の名義の活動で顔出しとかで配信をされたりすることは確かにあるんよねあるけど、うん、その同じ名前で同じ枠の形でその顔出ししたりとか 2D モデル動かしたりとかっていうのはあんまりないからっていうことを多分言ってるんだと思うけどそもそもねそもそもみけ子さんって VTuber って名乗ってないんよね。 VTuber としての側をもらっまあ作ってもらったんかな作ってもらったっていうのがあるからそれに対する批判なんかなせっかく作ってもらったのに結局顔出してやんのかよっていうもう使わねえのかよっていうことなんだろうけど使ってるやん普通にうん普通に使ってるしどっちも多分使うんでしょうその顔を出すこともすればその 2D モデル動かすこともするっていうことなんでしょそもそもだって顔はもともと出してるわけで そのインスタとかに写真あげてるし TikTok とかにもあげてるんでうんだから別にその今更そんなねことでもないんだけどまあただそのなんだろうまあこの件だけではないんだけどその基本的にアンチまあアンチというかその誰かが嫌いってなった時に。 もちろんねその人が例えば炎上してるんであればまあミゲネさんなんか特にそうよね過去にそういろんなことがあったから、まあ、そういうことをつつくんだけどもうそういいうことをつ,ついても,もうネタ切れになってくるんよねそうなってくるとまあこれは炎上してない人も一緒なんやけど例えばそのあんまり好きじゃない V の人とか配信者とか活動者とかがいる時にさ そ,のそいつを批判する時にさ別に炎上してなかったりとか別に何か悪さしたわけでもないしなんかやらかしたわけでもなかったらさツッコミどころがないからそのどっかしかその活動の中で自分の中で何なんだろうそれはなんか言い,言い方によってはなんか悪,い悪くとらわれるような言動があったりとか行動があったりとかしたやつを叩こうとするんよね。要はももう本当に無理やりでもその 平当する部分を絞り出すっていうそのフェーズに入ってくるんよね結局言うことがなかったらね、うん、で結局今はもうそういうフェーズに入ってるんだと思うよね、うん、で正直今そのゆっくり茶番の話で Twitter から YouTube から何からもう本当に持ちきりでそれこそ有名人も入ってきてるわけやんかひろゆきとかあの辺とかね、えー、とタクッチさんもね、まあ、昨日,昨日の,そのゆっくりの話昨日したけどその時もちょっとタクッチさんがその動き出してるみたいな話をちょっとしたけど、まあ、そういう動きもあったりとかあとはあの俺もよく言ってあの V のね「チキーラサメたチキンちゃん」もね あの私もゆっくり茶番劇やりますとか言い出してるしまあそれだけじゃないんよあのそれこそひろゆきとかも名前の後ろにゆっくり茶番劇とか書いちゃってるから、うん、なんかみんなあれをやり始めてるんよね、うん、だからその話で持ちきりになっちゃってるからそうでもないんかなと思いつつやっぱり粘着はね相変わらずしつこいんよね、うん、特に三毛猫さんはね本当にあに根強いアンチがいるんだろうね実際。 まあねご本人も分かってると思うしその敵を作りやすいとかっていうのは分かってるし特に今は本当に療養中なんよねそれこそ一時期みたいに配信めっちゃやってないやん言ったら本当にそのミ毛ネコさんとして動き始めてそのルシアちゃんがいなくなって動き出した時はさあんまりその今みたいにその休みがちというかそんな感じじゃなかったもう本当にめちゃくちゃ配信してたやんゲームをやり その朝から、まあ、朝,朝はあんまないけど夜中とかでもその配信をやったりとかよくあったやんか実際ねその猫ファミとか見てる人は分かると思うけどだからそういうのもなくなるまあなんか多分その,そのなんか生活習慣的な,なんか指導を受けてるんだろうねその療養という意味もあって、まあ、その精神的なものがあるからね。うんだからまあ 仕方ない部分もあるけどまあそんなに活動的になれないし何て言うんかな多分そのモチベが上が上らないんだと思うよねゲームをしその配信うんぬんかんのじゃなくて配信をつけるつけないは別としてねただ単に自分が個人的にゲームするだけでもだるかったりする時ってやっぱりあるしそのうーんそう映って上がりさがめっちゃ激しいから。 その上がってる時はめっちゃ元気に見えるけど下がってる時はもうこれでもかってほどだるくなるしその自分がその趣味とかもう好きでたまらないことでもやりたくなくなるんよねそういう状態になるよねだからまあ今はそういう時期なんだろうなっていうふうにまあ思ってあげるしかないよねまあ分かってると思うけどねファンの人たち猫ファミの人たちは分かってると思うけど。 まあその顔出し配信はあの楽しみだよね。言うても多分ね今は80万人とかなんかな確かおごめん適当なこと言ってるからその正確な情報ではないんだけど多分それぐらいだったような気がするよね YouTube の登録者が三毛猫さんのね。で100万ってまあ要はあと20万ぐらいだよね。まあこれが80万じゃなかったとしてももう6070万ぐらいは超えてるから確実に前,前そうだったから60何万とかだったから。 多分もうそれよりはるかに超えてるから70ぐらいはいってると思うよね今,今まさにだからまああと30万って多分行くと思うよね話題性的なものが確かに鈍化はしてると思うんやけど実際ねその原神の事件とかまあその前の,まあその三毛猫さんとして動き出した頃の,そのアンチの沸騰ぶりとかそのファンの擁護ぶりとかっていうのはあの辺の熱 量みたいなのは確かに今そんなにないんかなと思ったりするけどでも根強いファンもいるしまあ逆に根強いアンチもいるしアンチも見に来るから登録してると思うよ多分ねだからまあそういう意味でもまあ多分100万はいくと思うね普通にうんだから楽しみだねだってもう100万 YouTube の100万人の登録のインフルエンサーって もう結構もうワンランク上のインフルエンサーって感じだもんね100を100万を超えたらまああの V の子とかでも100万を超えてる子って確かにいっぱいいるよペコーラとかねあの辺のホロライブのね大,大物というかあの辺の人らもなんかもう総じて超えてるしまあみんなほぼ100万を超えてるんよだけどそれは大手の事務所に所属してそのもう根強いもう固定客たちを持っててもうその人って箱押しの人も多いからいろんな人をフォローしてるから言ったらね うん、だけどその個人 V とかその小さい箱の V とかなかなかね、うん、難しい部分もあったりとか、うん、そういやさこの間さ、まあ、これちょっと余談になるんやけどもう、まあ、終わりもうこのラジオ今日終わりそろそろ終わりにするから <laughs> ちょっと余談になるんやけど、まあ、ある友達がさこの間通話で話してる時にさあの「私もやろうかな」みたいなこと言ってて V でね、うん、あんだけ稼げるんだったらやろうかなみたいな。 でえどっかの企業とかどっかの箱入んのって言ったら「いや無理でしょ」みたいな「じゃあ私の性格的に無理でしょ」みたいなこと言ってて「いやでもワンチャンさいろんなその結構闇深い箱とかも結構あるしさいけるんちゃう?」って言ったけど「いやでも言ってもね」みたいなまあまあ確かに制約があったりするからまあ個人でやった方がいいっちゃいいよねそのミケレコさんもそうだしね <laughs> あの人も個人やしなだからそれを真似してやるって言いたいんだったらまあ 確かかに個人でやった方がいいかな好き好き勝手言えるっていう意味でも個人の方がやりやすいし、うん、でその人は正直影響力あるんよね現時点でもそれなりにまあそのツイッターとかの話だけど YouTube とかやってるわけじゃないから多分今現状でちょっとややこしいこといろいろあってできないんよねうんなんだけどまあそれも含めて期待ですねはい <laughs> そんな感じでダークネス・ローズでしたバイ